まさかお前が新しいブルーか。女で何か問題ありますか。いや別に。今日からこのランドランサーの指揮を取ることになりました。ウィングブルーです。本名は話す必要ありませんね。指揮を取る、指揮を取るってランドランサーのリーダーは俺、ランドレッドだぞ。ランドランサーのリーダーがあなたです。ここに。じゃあ指揮を取るって。ランドランサーはリングフォースの下部組織になったということです。下部組織。下部組織。はい。ですからランドランサーのリーダーは今まで通りデッドランサーにお願いします。ですがこれからは私の指示に従って動いてもらうことになるということです。よろしいでしょうか。返事はああではなく、はいでお願いします。はい。まあいいでしょう。新生ランドランサーのスクリーンです。行きましょう。おい、なんだよ、戦闘員ばっかりじゃないか。しかもよく見て老けた連中ばっかりだ。あいつらなら俺たち2人で十分だ。イエロー行くぞ。うん、ヘッ。ちょっと待って、私の指示に従って。悪いな、お前の分まで倒しちまったぜ。の分まで倒しちまったぜ。これがランドランサーの強さだ。どんなもんだよ。おい、怪人のお出ましだぜ。あいつ弱そうな怪人だな。やるか。おう。待って、バスに近づいては危険です。たかが怪人一匹、指揮官様の手を煩わせるまでもありませんよ。そうですよ、指揮官様は高みの見物でもしゃれ込んでいてください。よし、行くぞ。えい、いや、おい、どこ攻撃してるんだ。多分俺たちが強くてやけくそになってんだぜ。何バカなこと言ってんだ。あんたのような指揮官なんて俺たちには必要ないってことを見せつけてやるよ。行くぞ。私たちを油断させるための罠だったの。行くわよ。
休ませてくれよ。どうしたんですか？もう終わりですか？女の私一人に倒されるなんて情けない。女んじゃ戦いで命落としますよ。辞表を書いた方がいいんじゃないですか？辞表だと？ウィングブルーです。ウィングレッドだ。隊長、どうしたんですか？いや、うまくいってるか心配になってな。女だからって舐められてないか？多少。まあそうだろうな。お前の実力を知らなかったらそれが普通の反応だろう。もし辛かったら戻ってきてもいいぞ。いえ、大丈夫です。あの二人にはこれぐらいの荒療治が必要だと思ってますから。そうしないと第2第3のランドブルーになってしまいます。相変わらず優しいなお前は。だがこれは言っておく、ダメだと思ったら見切りをつけてアメリカに戻ってこい。お前はウィングホースの重要な戦力なんだからな。ありがとうございます。でも私が戻るときは私がいなくてもランドランサーが大丈夫と思った時です。そうだな、お前はそういうやつだったな。わかった、思いっきりやれ。はい、では失礼します。からでいいんですよね。ああ、分かったよ。ここから先は通さないの。ほう、お前が噂に聞く新しいブルーか。前の青よりはるかに強いらしいな。死んだ人のこと誰か言わないでもらえるかしら。ならばその実力見せてもらおうか。戦闘員ども、やれ。
女にしてはやるようだな。あ、女にしてはってこと大っ嫌いなの。ではお前が女だということを思い知らせてやろう。女にしてはな。どうした？お前の力はそんなものか。なかなかいい武器だ。女が持つにはな。強そうな怪人だ。今は様子を見るんだ。俺たちまでやられたらどうする。でも助けなきゃ。散々偉そうなことを言ってたやつだ。ここはどうピンチを乗り切るか見ていてやろうぜ。お前の力はそんなものか。ほら、かかってこい。行かなきゃ。まあ待て、もう少し様子を見るんだ。あんなに言われて悔しくないのか。そろそろお前の素顔を見せてもらおうか。顔してたのか。なかなか可愛いじゃないか。でもあの苦しんでる表情、なんか興奮するぜ。もう少し見てよ。
そうか、そういうことか。なら試してみるか。もう一人で立つ力もないようだな。ならじっくりといたぶってやろう。戦闘員、たっぷりと、いたぶってやれ。戦闘員、あとは任せたぞ。俺は基地に戻る。レッド、そろそろ助けに行った方がいいんじゃないか。ああ、残りは戦闘員だけだ。行くぞ。うん。待て。全く頼りにならない戦闘員どもだ。そこは俺たちに任せるんだ。待って、あなたたち出てね。あら、うるせえ、なんとかなるんだ。あいつ弱え。最初からやっとけよ。よし、とどめだ。えい、いや、この俺がお前たちなんかに。うわなんてね。何？聞いてない。そんな、よいしょ。レッド、イエロー戦闘員ども、こいつらを連れてくぞ。こいつらもらっていくぞ。私のせいだ。私が不甲斐ないから二人が。ずいぶん元気そうだな。ランドレッドとイエローは無事なの？無事だ、今のところはな。二人を返して。返して欲しければ取りに来るんだな。もちろんお前一人で。分かったわ。一人じゃないことが分かった時点で二人の命はないと思え。一
一人で行こう。どこに行けばいいの？ではお前のブレスレットに地図を送っておく。ランドレッドとイエローは絶対に助けてみせるわ。でも私一人で呼び出すならどうして二人と一緒に拉致しなかったのかしら。あいつらと一緒に拉致しなかったのが不思議か。あいつらと一緒に拉致しなかったのが不思議か。二人はどこへやったの？あっちを見てみろ。レッド、見えろ。一体何を企んでるの？どうして私は一緒に拉致しなかったの？まあ普通不思議に思うだろう。簡単なことだ。俺は女をじわじわと痛めつけるのが好きなんだ。どういうこと？自分のせいで男二人が拉致され心が痛んだだろう。苦しんだんだろう。くしゃみね。それにお前を気に入ってな、一度痛ぶっただけで終わりじゃもったいない。少し回復させてからもう一度お前をいたぶろうと思ったんだよ。獲物は元気な方が楽しいからな。もっと悪心ね。でもその余裕後悔させてあげるわ。あの魔物は強いだけど、ランドレッドとランドイエローと力を合わせればきっと勝てるわ。どうした？二人を助けてやらないのか？てねえ。それはどうかな。どういう意味？行くわよ。何をする？何をする？ウィングブルー、お前可愛い顔してたんだよな。ああ、このマスクの下で、あの可愛い顔が苦悩に歪んでいるかと思うと興奮するよ。そういう意味で。やめて、離して。二人に何をしたの？俺は何もしていない。そいつらが望んでしていることだ。本当だ。来た時から偉そうなお前が嫌いだった。だから魔物と手を組んでお前をいたぶることにしたんだ。何を言ってるの？魔物と手を組むの正気だろ。一時休戦しただけだ。お前をいたぶり抜いて殺したら俺たち二人でこの魔物を倒してやるさ。あなたたちじゃないよ。ごめんなさい。
たちはお前のその見下したところが嫌いなんだ。いたぶり抜いて俺たちの方が上だと教えてやる。さあお前たち、今こそ魔の力を覚醒させるのだ。いや、体が熱い、力が満ちてくる。この力が、これが魔界の力か。俺の名は魔族の戦士ガラーブだ。やめて、正気に戻って二人とも。さあザビルにガラーブよ、憎いウィングブルーをたっぷりと痛ぶってやろう。俺も参加させてもらおう。よしさ、お前より弱い俺たちに触られて気持ちいいんじゃねえのか。よろしくお願いします。
食べる怪人一匹、指揮官様の手を煩わせるまでも終わりませんよ。そうですよ、指揮官様は高めの見物でもしゃれ込んでいてください。ちょっと走ってきてね。はいよ、うん、それぐらい。はいよーい。ガッ！集中します。
バンで、こういう投げた。そう。いや、うわー、バツン。いやー、ドン。裏切らないこの記憶力ですねと思うじゃないですか。結構焦ってますよ。待って待ってすごいね。いやいや、今までギガの中で一番アクションうまい女優さんですね。ありがとうございます。密着してくれて
痛いけど頑張らないっていうね、はい、倒れ込むんだけど立ち上がります。夜ですから立ち上がります。じゃあ、いいなんかやるよ。はい、いいよ、はい、ここで初めてね、内間さんの、はい、思いっきりやれ。はい、では失礼します。ウィングレッドだ。いや、うまくいってるか心配になってな。女だからって舐められてないか。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、午前中の撮影どんな感じだったんですか。はい、午前中はずっとアクションシーンでしたね。午前中、あ、時計じゃないけど、午前中、今何時、3時ぐらいですか。アクションをしました。はい、アクションどうでしたか。ね、やられたかな。強いんですよ。ただ強すぎるのが来て、あと仲間に裏切られたっていう衝撃の事実っていう話みたいです、今日は。なるほど。みなちゃんは伊賀に来る女優さんの中で一番アクションがうまいという噂なんですけど。いや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 、うまいかどうかは分かんないですけどね、好みがあるんで。ただ覚えるのは早いと思います。早くないですか。早いですよね、うん、1回で大体覚えてしまいますもんね。いや、早く終わって早くご飯食べたいなと思って。じゃあご飯食べて、はい、午後からもよろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、OK。 次、組み合わせの方はスリーショットでお願いします。じゃあもう一回早く言ってください。あ、うん、ダメっけかもね。どうしたらダメにも作るし、どうしよう、
風景ですか。まあ自分の息がすごい聞こえるんで、息荒い人みたいに感じてますよ、中の人は。でも慣れました。慣れました。慣れましたよ。だってこれかぶってアクションしてるんですもん。大きくないですか。大きいです。辞表を書いた方がいいんじゃないですか。次行きましょう。ランドレッドとイエローは無事なの。はい、ランドレッドとイエローは絶対に助けてみせるわ。はい、ウィンズもあるから。どうせ嫌なのか。はい、OK、 じゃあしましょう。私一人では無理だったかもしれないので、力を合わせれば人倒せるはず。それはどうかな。どういうの。行くわよ。笑いながらね。どうした。